はい、どうもアイリスラーメンの山口です。クモラビのなんかね、迷宮のハロウィンということで、イベントが始まってるみたいですけども、どんな感じでやるのか、今ね初めてここに来れました。おそらくなんか、ステージをクリアしたからとかそういう条件があるからなのかもしれませんけども、初ですね。使うクラッカーを使うとパス PT 上昇、クラッカーゼロ使えませんね。なんかあんのかな、雲糸飛ばし、なにこれ、雲糸玉は、手動で方向転換できる。え、挑戦しよう。1231、とりあえず挑戦します。あ、なるほど、これで引っ張ったりすんのかな。あむずい。あ離したら発動します。なにこれ、挑戦成功、 OK。 あって、受け取り。じゃあ2行きましょう。危ない。え、いいのかな。むず。ここ。これも成功でしょ？成功。受け取り。え、めちゃくちゃ簡単だけども。なんか、タイミングさ、首引っ込めたりとかみたいなのあんのかな？そんなことされる前に、話せば、OK。はい。え、余裕すぎて。4は2日目に解禁。なるほど。まあ初日はなんか簡単ですよ的なあれかな。じゃあ次、限定抽選。おお、1回10回、なんか1回押しましたが、あ、なんかガチャのやつかな。10回のやつは、10回はなんかたまってってないからできないっぽい。まあ一応こんな感じですね。あと99回で限定報酬とかいろいろありますね。続いて、お宝開封は3日後。財宝探し、探そう、手がかり、進化するともっと強くなるよーと。え、どういうこと、探そう、どっかで探せんのかな。手がかり1、すべて見つけると報酬獲得。いろいろやっていけばわかるでしょう。お祭りパスがこれね、お金を払ってゲットするやつ。あ、使う、クラッカー、あ、31個になってる。1個使用した、使ったよ。もう一回、え、ちょっと待って、よくわかんないな。じゃあとりあえず、あとは任務、移動、受け取り。おお、いっぱい受け取れるぞ。一括とかないのかな。はい、限定抽選でクラッカー1個獲得。あ、これか。とりあえず一回回して、クラッカー当たるまでやるか。クラッカーねえじゃん。クエスト、ちょっと戻り、続いて抽選ギフトはこれ、交換状。お、なに、悟空って何。100購入、これはお金ではなさそうだな。なんか100貯めなきゃいけないのか、なんかを。悟空。あ、如意棒を持ってるってことか。なるほど。あ、これ。ちょっと待ってよ。魔法少女。この100ってのはなんだ？消費する100。わかりませんけど。開封ギフトは3日後。ログボ。
1日目ゲット。はいはいはい。お、3日目になんか魔法担当1号もらえますね。とかね、なんかいろいろね、迷宮のハロウィンっていうのが出てきたのでやってみました。限定抽選もうちょっと回そうか。おらおらおら、あ、足りなくなった。うん、よくわかんないけども、まあ、とりあえずなんかね、3日後とか4日後とかにいろいろ解禁されるものもあるので、ね、続けてやっていこうかなと思います。という感じで迷宮のハロウィン、やってみました。ご視聴ありがとうございました。